こんにちは。何か依頼はあるか？はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに。キャサリンが神社におみくじ？なの？いや、そこじゃなくて。お前、たった言って私もたまにはプライベート。それで、さっき言ってた思い。さあ、どうでしょう。ただ、この期待感が胸。はあ、おいらだ。まあ、お前の気持ち。だって、お前の妹さんは。その落ち込んだご様子、私、何か振る。いや、大丈夫だ。気にしないでくれ。ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方。え、そこって封鎖されてたよな。詳細については依頼人の月月さんに聞いてみてください。彼。おう、わかった。ありがとな、キャサリン。はい、星と深淵を目指せ。